はい、どうもセリカです。今回は青鬼 X、 これの実はたけし編がもう解禁されてるっていうことで、はい、こちらが昨日投稿した動画なんですけど、ここに映ってるね、このヒロシっていう方が使ってるたけしのスキン、モブオと一緒に映ってる、これがね、もしかしたら先行で出ちゃっててと思って勘違いしてたんですけど、この撮影してる時にもうすでにたけし編が解禁されていて、しかももうやればすぐ手に入るっていう状態だったみたいなので、もうこの方は正当にプレイされてゲットされてるっていうことでございまして、申し訳ありません、ちょっと変な言い方、変な表現だったかもしれないんですが、もうすぐ手に入るっていうことらしいので、今からちょっとやりたいと思います。はい、たけし編の第一の選択肢のところですぐ終わるエンディングがあるということで、それをやるともうたけしのスキンがもらえるっていうことなので、今ちょっと別枠でやっております。本編は本編で今進めてますので、こっちだけ先にやりたいと思います。で、角材で何かを手繰り寄せて鍵をゲットして、で、この後に選択肢が出るんですよね。本編ね、私結構難しいです悲鳴上げながらやってますが、こっち先にエンディング迎えようと思います。牢屋の鍵を使ってここを開ける。で、ここで選択肢第1回目、今脱出するで進めてるんですけど、ここに留まるとするとなんか違うみたいなので、いや、ちょっと待てよ、ここから出ても安全とは限らないよな、出ないパターンですね。あの化け物がまだ近くをうろうろしてるかもしれないし、ここにいた方が安全なんじゃないか。化け物もここには入ってこれなかったみたいだし、鍵を開けなくてここにいる。そうだ、あのロッカーの中で助けが来るのを待とう。牢屋の中のロッカーですね、ここ入っちゃったなんでこんなことに。さっきは大丈夫だったけど、もしあの化け物がまたやってきて牢屋を壊したら、俺もあの人みたいに頭から一人ね、ちょっと食べられちゃったとこがシーンがあったので、あれちょっと残酷ですよねどういうこと、嫌だ嫌だ、死にたくない、誰かロッカーに行って助けられるかな。あ、誰か来た、え、怖いんですけど、え、怖いんですけど、誰、見守り役はね、多分いなかったはず、ヒロシたちかな、嘘だあ、助けてくれるパターンかな、出てみようかなびっくりした嘘、え、おい、見張りがいないじゃないか、え、青鬼が来た、ん、生贄もいないぞ、逃げたか、生贄ってたけしのこと、そういうこと、これはえ、青神様がつまみ食いなさったか、仕方ない、え、青神様、今の青鬼じゃないの、普通の青神様が、え、宿にまだ一人予備のやつがいただろ、あいつを使おう、誰のこと、青神様なの青鬼はそうだな、千歳のやつ準備がいいぜ、さすが白き巫女の妹だ、たけしの代わりに誰か、あ、クリアだ、ごめんなさい、本編で結構死んでるので死んだ回数18回ですが、あ、食べられて終わり、わお、それは知らなかった。ただこれね、プレイ時間すごく短くて済みます、10分以内で終わると思うので、これで多分スキンがもらえるはずです。終わった牢屋から出なかったパターンで1個終わりですね、これが最短ストーリーだと思います。じゃあ青鬼オンラインに戻ってスキンをゲットできるか行ってみたいと思います。あ、来ました、来た、開いただけでゲットできました、青鬼 X たけし編クリア報酬、囚われのたけしを入手しました。これだ、本編のトゥルーエンドみたいなのまで行かなくても、まあ、多分バッドエンドだと思うんですけど、さっきのそれでも一応スキンがもらえるっていうことですね。はぁ、本当に勘違いして申し訳ありません、これでしたら解禁してすぐもう10分以内にゲットできると思うので、まあ、本編長くて怖いよっていう方は、この入り口だけで牢屋から出ないでスキンがもらえますので、ぜひチャレンジしてゲットしてみてください。はい。で、これがワードですね。囚われのたけし。これ斜め後ろにいるんですよ、モブの男が。めちゃくちゃ怖い。誰か助けて。ちょっとリアルなワード。ですけど、これね、結構可愛かったので、スキン的に。はい。じゃあ使ってやってみたいと思います。はい、行きます。あ、可愛いですね。こう、並んでないパターン、後ろで。こう、紐を持たれてる感じですね。捕まってる感じ。
いや、このたけしは可愛いんですけど。音が全然聞こなかった。申し訳ないです。一応でも動いた姿が見れて倒れた感じもこんな感じです。最悪。はい、という感じでございます。ぜひゲットしてみてください。今ちょうど見てたら出てきましたね。やばいんだ今回。綺麗でも。すごいね。はい、ありがとうございます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。それではまた。バイバーイ。